山霧護衛艦。山霧は海上自衛隊の護衛艦、朝霧型護衛艦の2番艦で、山霧型練習艦の1番艦であった。艦名は山地に発生する霧、山霧に由来する。なお艦艇名としては旧海軍通して初の命名である。山霧は中期業務見積もりに基づく昭和59年度計画3500トン型護衛艦2223号艦として三井造船玉野事業所で1986年2月5日に寄港され、1987年10月8日に浸水、1989年1月25日に就役し、第2護衛隊軍第42護衛隊に編入され、佐世保に配備された。山霧は平成になって初めて就役した海上自衛隊の自衛艦護衛艦であった。2016年2月29日、護衛艦としては海上自衛隊初となる女性艦長が着任する。現在は護衛艦隊第11護衛隊に所属し、定携港は横須賀である。